5月16日、バンテリンドームで行われた中日対阪神の一戦は、中日が4、9で大敗し、2連敗を喫しました。特に注目を集めたのは、根尾る選手の登板です。本拠地初登板となる根オ選手は、6回にピンチを招き、阪神の原口選手にスリーランを許しました。この試合をきっかけに、 SNS 上ではネオ選手の起用法をめぐる議論が再燃しています。このビデオで試合内容の詳細とともにネオ選手の投資転向の経緯、SNS 上での反応、そして今後の展望について分析します。5月16日の試合は中日にとって苦しい展開となりました。4回までに阪神にリードを許し、6回にはネオ選手が登板しました。 しかし、かいきなりピンチを招き原口選手に左翼席へのスリーランホームランを打たれる結果となりました最終的に4回を投げて2安打3失点7回から9回までは無失点に抑えるもその安定感には疑問の声が上がっています根尾登選手はもともとは野手として注目を集めていた選手ですしかし2021年から投手に転向しました オフシーズンには肉体改造に取り組みキャンプでは先発ローテーション入りを目指していましたが結果が伴わず2軍スタートとなりましたファームでは防御率4.18を記録しチーム事情もあり昇格のチャンスをつかんだものの1軍での結果は厳しいものでしたネオ選手の投球内容を受けて SNS 上では様々な意見が飛び交いましたやっぱり野なんかな、んか 先発にしろ扱いがひどすぎる1軍で先発やるのはまだまだ厳しいなど投手転向に対する懐疑的な声が多く見られました一方で中継ぎを休ませてくれたスーパースター根尾登を見せてくれなど期待を寄せる声も少なからずありましたネオ選手の投球内容を見てみると ストライキとボールがはっきりと分かれる不安定なピッチングが目立ちました投手転向1年目には150キロを超える速球を投げていましたが今回の登板では最速146キロにとどまりましたこのことからも球速の維持や請求力の向上が今後の課題として挙げられますではネオ選手の今後の起用法についてはどう考えればいいのでしょうか 一部のファンは野手としての再転向を望む声を上げていますが投手としての経験を積むことも重要です中日ドラゴンズとしてもチーム事情や選手の成長を見極めながら最適な起用法を模索していく必要があります5月16日の試合での根を登る選手の登板は多くの議論を呼びました スリーランを許すなど課題が浮き彫りになった一方で無失点のイニングもありポテンシャルを感じさせる場面もありました SNS 上では賛否両論が渦巻いていますが中日ドラゴンズとしてはネオ選手の成長を見守りつつ最適な起用法を模索していくことが求められますネオ選手が今後どのような成長を遂げるのか引き続き注目していきたいと思います